ありがとうございます。
次ビタミン U はこの右手のピースを左肩に持ってきます。これ分かんないよね、これこんだけ見たらね、こうやってやればいい。誰も私のお尻見たい人おらんやんけ、ちょっとなんか後ろ向くわけにもいかんけどさはい、その最後って何？最後は、顔の前でハートを作ってください。ぜひね、両手空いてる方は両手でハートを作ってください。空いてない方は片手でハートを作ってください。いいですか？よろしいです、よろしいですはい、ということで、ではいきますよ。せーの、シーン U、 ビタミン U、 I love you。 ありがとうございます。幻のアイドル玉木乃です。よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと一旦水休憩を挟みます。みんなね、結構ね、室内でも熱中症になったりするので、ちゃんと水分補給してください。ありがとうございます。みんなしてないじゃん。あ、そうや、ドリンクバーないや。ここら辺の机置いとったらめっちゃ楽やな。みんな机はじゃあ自分で持参してください自分で机持ってきてください、ピクニック用の。あ、どうぞどうぞ、いっぱいお水飲んでね。私的にはすごいね、照明が当たってるからなのかすごい暑いんだけど、みんな的には大丈夫ですか？大丈夫か？あ、優しい優しい、トーンで優しい。ミョウが声出ない代わりにミョウの真似していたい。優しい、嬉しい、ありがとうミョウ第2号って最近よく言われるようになりました。なんか最近よく似てるって言われてね、なんか最近チョロちゃんにもね似てるって言われるの。キョロちゃんってわかる？チョコボールのさ、お菓子のさ、なんか目ん玉クリクリのなんかツバメ？ツバメ？なんか鳥みたいなやつなんですけど、それにも似てるって言われてね。でもさっき、のぞみさんと、のぞみさんとじゃないしね。え？聞いてないよね、みんな。え？なんか言ったよ。うん。なんか言ったよ。うん。さっきというかね、この前ね、のぞみさんとね、楽屋が一緒だったんですよ、夜市の時で。その時にキョロちゃんにやっぱ似てるねって言われたんです。似てます？似てる？なんかね、目ん玉でかいのか、なんか口が出たのか、どっちが似たのかは分かんないんですけど、なんか似てるって言われるんです。似てるのかなと思って、さっきなんかもしかしたら私妙にもうまた今日キョロちゃん、キョロちゃんって言われたんで、そんなにキョロちゃんに似てるんかと思って YouTube で見てきたんですよ、キョロちゃんの動画を。で、声真似を習得してきました、さっき聞きます？聞きたいよね。そうだよね。でもね、なんて言ってたか忘れた、セリフ。なんかいっぱい覚えてきたんだけど忘れました。なんだっけな、なんかなんとかなんとかみたいな感じの声でした。笑わないで、真剣で話しただよ本当になんかこう、聞いたことある？みんな聞いたことない？もしかしてある人？あ、ない人の方が多いんだ。やっぱお菓子のパッケージでしか見てないんだね。なんかキョロちゃんどうやらアニメがあるみたいで、ちょっと帰ったら調べてみてください。あるんで、なんか1話と4話ぐらいがあってね、なんか見たんだけど、なんとかないとかみたいな感じの声をしてました。多分帰ってみたときに、似てるやんって思うかもしれないので、ぜひ皆さん帰って YouTube を見てみてください。ということでね、ちょっといっぱいね、話長くなっちゃうんだけど、さっきもね、上崎さんが言った通り、今日、ゆめりーがね、ビンゴ大会の方に行ってまして、だからその間ね、いっぱい上崎さんと歌っていいよって言われたので、だから、ちょっといっぱいお話ししようかなと思ったんですけど、話す内容を忘れたので次の曲行ってもいいですかいいですか？いい人は拍手してください。優しい、なんか三角形描いてる人いる。夏の大三角形かな、夏か。あはい、ということで続きましての曲は生誕祭の時にも歌わせていただきました、私の思いがたくさん詰まったカバー曲となっております。ぜひ聴いてください。
感情。
まあでも、まあちゃんと言わなきゃなっていうのは思ってるので言わせてください。あ、真面目な話なんで BGM 一回切ってもらってもいいですか？あ、結構本当に真面目な話だからね。幻のアイドル玉木優奈は大仏ニキビができました。なんで照明切り、あ、筋肉、あ、体調の、あ、ちょ、体調の合図にしないで、ちょっと待って、みんな、あの、結構重大な発表なんだけど、聞いてくれる？それなんです、重大な発表。今日朝起きたらね、大仏ニキビここにできとってね、結構ショックな、結構ショックなの。びっくりした、みんな。もっとなんかやばいことやと思った。もしかしたら、幻のアイドル本当に幻になっちゃうのかもみたいな思った。見えてる？見えてるよね。待って、今見えてないってなったらちょっと話が変わってきちゃうんだけど。みんな見え、あ、BGM つけて大丈夫です。そうなんです、私は大仏ニキビができちゃったんです。だから今日めっちゃ隠してみんなにバレないよね、こうやってやってるんです。なんで群青セレクトしたんやろ。悲しくなってきちゃうんだけど、卒業はしません、まだです。まだです、勝手に卒業させないでね。あの、社長を解雇とかにしないでください、やめてください。大仏ニキビがちょっと気になって、なんかそれをみんなに言いたかったんだけど、ちょっとね、ニューアーティストっていう重大発表があるから、え、じゃあ私もちょっとなんか重大発表っぽくかっこよくしたいなと思って、ちょっと髪の毛もキメキメにしてきました。そのために、大仏ニキビできただけです。終わりです、すいません。怒らないでね、後の物販で怒らないでね。あの、怒られたら謝るね、ごめんね。はい、ということで、残り2曲となってまいりました。もうわかるよね、次何の曲が来るか、そしてその後何の曲が来るか、みんなお分かりいただけるよね。わかるよね。はい、ということで、その2曲ね、まあ、コロナの特別警戒期間だっけっていうことで、あまりね、あの、大声でボボボボボボって言っちゃダメだからね、あの、小声かもしくはもう本当に心の中でシャー行くでしょ、ファイファーシャーファーみたいな感じで言ってくださったら嬉しいなと思います。あの、聞こえないですけどね、聞こえないですけど、私は皆さんの心を読めるので、マジ大仏ニキビくだらんな、そんな話つまらんわっていう感じのことも聞こえてるので、それが聞こえるということはコールも聞こえるということなので、ぜひぜひ心の中で唱えて、そして手拍子をして腕をブンブン上げて盛り上がっていきましょう。それでは最後の、2曲続けて聴いてください。虹色マジック。未来への希望、待ちきれない将来を
おしゃべり得意じゃないの。何言ってるか分かんないです。
確かに。よく言われる。僕らはちゃんと喋って、そうなんですよ。そうなのに、何やってるのって言われちゃう組。なんなのちゃんと言ってるんだけどな、なんかこううまく伝わってない。そうなんだろう。なんなんだろう、まあ、ね、そういう人だよ。そういう人です。しょうがない、うん、しょうがないです。さあさあ、はい、お楽しみの時間ですよ。これはもう緊張してきた。私もちょっと緊張してます。歌詞間違えたのごめん。あ、大丈夫です。私間違えるんで、お願いいただきます。はい、じゃあ二人のステージをね、今から始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかお遊戯会みたい。二人の愛。お遊戯会です。お遊戯会っぽい衣装にしてくりゃよかった。全然違う。なんか違う。なんかもうちょっとこうワンピースでこう、なんかこう大人のお遊戯会って。でもこれなんかすごいおとぎの国から来たっぽいのかな。仮想大会。あ、これ仮想大会でいけるかな。いけない。あ、いけないですか。ダメなんだ。2丁目の仮想。あ、じゃあ2丁目の仮想ってことで。はい、2丁目の仮想とおとぎの国の仮装。おとぎの国。じゃあ誰か渋谷の仮装してきてもらう。わかった。ゴリゴリにね、ガチャガチャいっぱいつけてきてください。缶バッジとか。あ、そうそうそう、ぜひぜひそこにね。ゆなちゃんの缶バッジはちょっとないですけども、自分で作るなりなんなりしてきてもいいぐらいのレベルなんで。はい、じゃあまあダラダラ喋ってもらえるね。はい、じゃあ歌いますか。歌いますか。あ、緊張して。それでは曲振りお願いします。あ、それでは初のコラボ曲なのではと思います。そうだよ、ぜひ。まだ1回しかゆうなちゃんとしかしたことない。ということで、ぜひぜひ心を癒して帰ってください。では聴いてください。ずっと一緒に。恋でいたのね、思います。
大丈夫です、きっとみんなかわいいって思ってると思います。よかった、あの急に言われたのでね、ああ森崎さん、壁ドンをしています。私初めてしました、これ。あ、そうだよね。そうなんです、誰もする人いないから一人でこうやってやってたんですけど、今日は一緒にする人がいていましたね。なぜ神崎さんの歌なのでね、はい、こんなね、いい歌が眠ってるのは絶対もったいないって思ったので、私がね、本当に歌ってください。ありがとうございます。高校生の時に書いた。高校私より年下の時にこんないい歌詞思い浮かぶっていうか、なんか本当にさっき向こうでも話してたじゃないですか、どうやって歌詞思い浮かんだんですかみたいな、すごいんですよ、浮かぶんですって。すごくない？すごい、出てくるところとかのものもだって、あ、これ言いたいなって思ったら言葉とメロディーが一緒に、すごい、なんか一種の才能ですよね。なんかもう、それでいいものが、それでいいものが書けたらいいですよ。いや、いいもの書けてるじゃない。そうかもしれない。星の降るよりめちゃめちゃ星の降るよりはね、自慢。自慢してください、どうぞ。私、めちゃくちゃ自慢できますよ。あのあっていう事務所に神崎さんっていう人がいるんですけど、めっちゃいい歌書くんですよ。最後の。ちょっとバカにしてる。いや、本当です。めっちゃいい曲なんで聴いて帰ってくださいって言いたい。はい、私は普段の日も歌いますわ。ありがとうございます。はい、じゃあ次の曲歌ってください。その前に私ね、ちょっとね、歌詞かわいいの切れてないんです。見ます。はい、分かった。じゃあ僕喋ってあ、喋っててください。あ、でもここでもマイク届くの。あ、ここでもマイク届く。あ、ここでもそれは届くよ。近づいて言ってるんだから。あ、そうなんだ。ほんとだ、離れたら届かない。そうなんだ。お部屋出てこの電波がね、ここから出てるのが届かなくなったら聞こえる。これどこまで行ったら聞こえなくなるんだろう。多分扉隔てて、もうちょっと行ったら聞こえないと。え、なんか検証してみたい。じゃあ後でな、行きましょう。後でね、びっくりした。このライトがこのここに光って、なんかすごい、あ、なんかツイッターのいいねの通知がいっぱい来てる。ありがとう、みんな。ありがとう、よかったね。いっぱいちょっと見たいな。大事、ちょっといっぱい見たい。あ、リツイートもいっぱいいましたけど、あ、リプもいっぱい、ありがとうね。ありがとう。何見せられるの。ああ、そうだそうだ。違う、何を見つけてるんだと。もう、何言ってんだって、ね、歌詞探してください。あ、探ってみます。オッケーです。私も椅子使いたいです。いいよ、かっこ、かっこ、椅子使う。パンパス。パンパスではないです。おむつは履きません。この曲椅子使わない。いや、なんかこう、かっこよくしたかった。わかった、いいよ。ちょっとだけ、はい、足届くかな。ゆうなちゃんが歌うのも珍しいし。あ、どういうの。まーるじゃないよ、まーる。見て。これでね、ゆうなちゃんが歌うのも珍しいし。そうなんです。僕がその次歌うのも、珍しい歌を歌いますので。そうなんです。ぜひぜひ聴いてってください。聴いてってください。まあ絶対聴くけどな。いや、わからない。退席するかもしれない。嘘、ほんと？なんかつまんねえなーって。神崎ちゃん、まだかよってみんな思う。ゆうなちゃんのそんな姿見たくない。いやー、んてってー。はい、じゃあまあ、いいでしょ。歌いましょう、歌いましょう。じゃあ僕は、あっち、あ、これすっごい、すごい特等席があるじゃないですか、こんなところ。ゆうなちゃんも特等席だ。いっぱい回れる。よいしょ。ということで、私が歌ったことない歌なんですけど、ぜひぜひ聴いていってください。ヒッチコック。夏が近づくと胸が冷めくのはなんでなんでしょうか。
がとうございました。いやということで、かっこいい、やったよかった、めっちゃチラ見してこんなんだったけどよかったです。なんか声かわいいのに大人っぽい歌い方するけど、いやー褒めちゃう、どうしよう自分がよく歌う曲って自分以外ってあんまり聞かないじゃないですか、あの本家さんだけ。確かになんか新鮮でした。聞いてください、オレンジモンスター
いやここ数ヶ月一の元気やった。よかった。よかった。元祖は違う。元祖は違う。この曲僕のちゃんのも聞いてよ。ゆかちゃんも可愛い。ゆかちゃんも可愛い。もう可愛い。一番可愛い。よかったよかった。ゆかちゃんしか勝たん。そう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 。大丈夫大丈夫。大丈夫。自己肯定感上げてこう。うん。爆上げしていこう。はあ、もうね踊るとね脳が揺れる体になっちゃってるダメなんですよでもまあね久しぶりに歌うと楽しいね。楽しかったで私も久しぶりにいいですよ言う側だったから。あん？あする側、はい、うん言う側だったんでケチャとかいいですいいですよいいですよ側だったんでいいですよ側いいですよ側ね面白かった楽しかった、ね、さっき歌ってる途中でリメリの子帰ってきたの見えたからあ、そうなんですか。もういいよってことやったのだから、じゃあこの後はねはい新メンバーですよ。いや、やっただよニューアーティスト。いや、楽しみね。楽しみにしていただろうにごめんね、待たせていっぱい。もう長い長い長いこと待たせましたはい、それではということで、歌のゆうかみ、ゆうかみでいい？ゆうかみでいいですか？それでは、以上以上、ゆうかみでした。ありがとうございました。